第4の壁、第4の壁、第4の壁、第4の壁,四の壁は、プロセニアムアーチ付きの舞台の正面に位置する、想像上の透明な壁であり、フィクションである、演劇内の世界と観客のいる、現実世界との境界を表す概念である。イタリアで、プロセニアムアーチのある、額縁舞台が登場する前のヨーロッパの舞台は、観客席に突出した張り出し舞台が主流であり、俳優が、 四方の観客に語りかけるようにして進行する演劇もあった。プロセニアムアーチ普及後の舞台は奥の正面の壁、左右の壁、そして手前にある見えない壁という四つの壁に囲まれた閉じた空間となった。観客は観客席からこの第四の壁を通して演じられる別の世界を客観的に見ることになる。この概念はシェイクスピア以前から存在する。 第四の壁という呼び名は、写実主義の出現とともに19世紀の演劇界において発生したと推定され、批評家のヴィンセント・キャンビーは1987年に、第四の壁のことを、観客と舞台を永遠に隔てる透明な幕と表現した。第四の壁は、フィクションと観客の間にある。通常、観客は、第四の壁の存在を意識することなく受け入れており、 あたかも現実の出来事を観察しているかのように劇を楽しんでいる。第四の壁の存在はフィクションにおいて最もよく確立された約束時の一つであるが演出上の効果のためにその存在を直接意識させる場合がある。例えば A.R. ガーニーのザ・ホース・ボールにおいては主婦ペギーが自宅の何もない壁に対して脅迫観念を抱き そこに四人の登場人物が関わることになる。彼らは次第に演劇場の様々な約束時に引きずり込まれ、舞台の上の家具や行動は、いわゆる第四の壁に対するものになっていく。演劇において、第四の壁を破るという言葉は人物や何らかの舞台装置の働きで、役者たちが観客に見られていることを自覚した時に用いられる。この用語が初めて用いられたのは、 ベルトルトブレヒトがコンスタンチンスタニスラフスキーの演劇理論を元にして、また対比的に作り上げた女子演劇の理論の中である。最もよく見られるのは人物が観客に呼びかけることで第四の壁を破るものだが、それ以外にも演技を止めて元の役者の立場に戻ることや会話によってまた人物が物語の状況の外にある事物と関わること、 例えば人物が小道具を舞台係から受け取ったり、歌舞伎において、観客を地蔵に見立てていじるなどによってなされる場合がある。様々な演劇家がこの神経に触る効果を使って、焦点をはっきりさせようとするのは、そうすることでフィクションを新たな光で照らし、観客がより能動的に劇を見るように仕向けるためである。ブレヒトは、意図的に第四の壁を壊すことで知られており、 観客に見ているものをより批判的に考えるよう促した。これは一家効果と呼ばれている。第四の壁を突然破ることは視覚的なノンセックイーター、筋道のおかしい推論の一種として、喜劇的な効果のためによく用いられる。物語の一般的な約束時が予期せず、破られることは観客を驚かせ、笑いを生む。この手法の初期の例として、 フランシス・ボーモントのピカピカスリコ議団の騎士では登場人物のうち3名が自たちは観客だと名乗る。彼らはプロローグに割り込んで脚本について助言させるよう要求し、劇の真中突発的に数々の厄介な変更を命じて笑いを誘う。トーキー映画の初期にはマルクス兄弟の舞台をもとにした作品でしばしば第四の壁が破られた。 1932年の作品、ご冗談でしょうを例にとると、チコがピアノの前に座って、感想曲を弾き始めるとこで、グルーチョがカメラの方を向いて、俺はここにいなきゃならないが、あんたたちは外に出て、演奏が終わるまでロビーで待っていてもいいんだぞと、無表情に喋る。1940年代の映画、陳道中シリーズでは、ビング・クロスビーやボブ・ホープが観客に向かって、 冗談や作品のプロデューサーに対する不尊なコメントを述べる。即興劇においては、しばしば第四の壁という概念への妥協が発生する。例えば観客が役者とある程度関わりを持ち、ミステリーの結末について投票を行うような場合、観客は芝居の中の出来事の目撃者として扱われ、本当の第四の壁というより、実質的には役者となっている。 アウグスト・ボアールの非抑圧者の演劇がこれにあたる。伝統的なコメディア・デラルテやステファン・シュールツのピッピンにおいても第四の壁が破られる。役者が観客の方を向いてアドバイスや応援を求めたりする。この手法はテレビのドラマフレッシュ・プリンス・オブ・ベルエア・マルコム・イン・ザ・ミドル・救いの鐘などでも見られ登場人物が視聴者に対してはけしいや 面白い顔をして見せたり、カメラに向かって喋る場合もある。マーベルコミックスの作品に登場する、デッドプールや、チーハルク、アリアンロッドットサガイフのグレーボーデン、ニンジャスレイヤーのザ・バーティゴラは、意図的に第四の壁を折ることができるキャラクターとして、生み出されている。政治的な陰謀劇であるイギリスのテレビドラマ、野望への怪段三部作、そのリメイクであるアメリカの、 ハウス・オブ・カード・ヤボーの階段ではカメラを通じて主人公が視聴者に自分の考えを押す。この演出はシェイクスピアのリチャード三世を踏襲したものとされる。日本のフィクションでは遅くとも1990年代から第四の壁を破壊する作品が存在している。マザーにダウン・ザ・ワールド・スーパー・マリオ・ RPG ・古畑・忍ンザ・ブロー。 ビーストウォーズ調整命体トランスフォーマー、銀玉、リーガルハイなど、直接的に触れる作品から、デート、恋とはどんなものかしら、アンダーテイルなど、特定の条件を満たすことで触れる作品もる。ゲーム、アルノサージュや、ブレイブリーセカンドは、プレイヤーが意志を持ったキャラクターを操っており、キャラクターは、第四の壁の向こう側にいる何者か、 プレイヤーが自分たち操っていることに気づくという設定をシナリオの中枢に置いている。通常、第4の壁を破ることは意図的に行われるが、撮影時の技術的制約や複雑な場面を編集することの困難さによって、見ているものが映画であることを観客に意識させてしまい、第4の壁を玉破ってしまうことがある。一部はそういう映像演出で使用されていることもある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。